ジャン君、ジャン君ね、シオン君のほか、チャコちゃんっていう子が次のご飯あたりから外に出てくるかもしれませんので、優しくお願いできますでしょうか。あんまりね、乱暴な感じの子じゃないんですよ。ただね、ちょっと子供なのでね、何をしでかすかちょっと分かりませんが、よいしょ、長い目で見てください。ポンちゃん、ポンちゃんもね、まあ、ポンちゃん今度は女同士なので少し感じ変わるかな。あんな泣き方しますけどね。かもしれないね。ちょっと遊ぶ？はい。では、行きますよ。準備できた？うん、じゃあもうちょっと遊べるぞ。はい、すごい高速で動く虫。君たちの能力じゃ捕まらないよ。少し年老いた虫。あいつ変わった。おお、こっちも捕まった。ただチャコちゃんは捕まえてからが力が弱い。話しちゃう。はい、アンズさん強い。強い。そうだね。うん。浮いた、シオン君。力自慢。はい。そうだね。またお掃除しましょう。はい、ゾウさんと。はい、ゾウさんとってね。これね、これちょっと狭いんだよね。アズちゃんがコロンコロンしてるよ、ほら。うん、
なんとかご飯じゃない時に今葵さんに撫でてもらわないとね。うん、ここにいればね。でもまあ3回もね撫でられなくはないんだ。うん、あら、できたね。うん、行ってたね。大したお腹空いてないな。いい、行けたね、アンディちゃん。なぜ、葵ママならそんななんか手を決める。かわいい。君、君。かわいいね、アンディちゃんね。うん。はい、おおおどうしたどうしたどうした急に急にあって思ったねあって思ったそんなんじゃないんだって思ったね大丈夫大丈夫はいあそうか外だったね、うん、はいなんとかでいるのじゃないか下に入れてすごいはいお姫ここでしたお姫ここにいますはいお姫ここでくれるんだもんね。うん、ほんとだ。おいしい。ちゃんと食べてきて偉いねーちゃんくん。